これは革命来たな。なんとね、日本限定だって。日本でしか、もう飲めない。日本にしかないこのモンスターのスーパーコーラ味。絶対うめえじゃん。しかしね、最高に気になるじゃん、味。でもさ、見て。トゥルットゥットゥルルトゥルル。みんな大好き、岩下の新生姜ですよ。岩下の新生姜。で、岩下くんもね、ここにチョキンっていて。まあ、食うのちょっと久しぶりなんだけど、めっちゃうまいじゃん。これ。岩下の新生姜。これのなんとね、ジュースが。ジュースが出て、やばく、岩下の新生姜のジュース。まずこのあの、新生姜をね。これがうまいんだよな、岩下の新生姜。これマジ、もうね、食べると、一個食べるとやみつきになるからね。もう食べるまでちょっと、でもね、久しぶりなんだ。もう一ヶ月ぶりぐらいなんだけど、食べるんで。一ヶ月ぶりぐらいだけど、そうの家は最近食ってなかったよな。物足りねえと思ってた、俺の人生に。人生に刺激が足りねえ。これね、もうこのままいけるか。うおほほほ、うまそう。それでは、これをすべて食材に感謝を込めて、いただき、わぁ。あ、久しぶりに食ったっていうのもあるよ。一ヶ月ぶりぐらいに食ったから。でもそれを抜いても、うますぎる。いやー、これ俺はガリ好きなんだけどさ、ガリ。あれ、究極ですけど、寿司屋行って一番好きなの何って言われたらガリって言うくらいもう、ガリ好きなんだ。でも、これちょっと上行くくらい、それくらいうまいんだ。最高だ、もう最高の味。いやー、うまいな、やっぱ。岩下の新生姜は。で、これ、本物、こんなうまいじゃん。ジュースどうなってるんだと。でもさ、ピンクジンジャーアップルって書いてるんだよね。ピンクジンジャーアップル。イワシカちゃんがガイアレッカの野郎、イワシカこの野郎、イワシカ。で、ピンクジンジャーアップルの味ってどういうことなんだろう。発売から35周年のロングセラー商品と、優しい辛さと爽やかな香りが特徴の生姜の、続きです。ということでね、イワシの新生姜をイメージしたアップル飲料に仕上げましたと。ええー、想像つかん。これ結構辛いんだよね。結構辛くて一本食うだけで結構体がほてってくるみたいな。脂肪燃焼ジンジャーパワー。でもこれアップル味なんでしょ？楽しみですな。飲んでみるわ。これはちょっとね、ドリンク系 YouTuber としてさ、これやりたいなと思って。ドリンク系 YouTuber とさ、したらさ、これほっとけないじゃん。この岩下の新種とかのさ、ドリンクが出たら何ってなって、速攻買ってきたんだね。で、ああ、緊張してきた。じゃあ、ちょっと、飲みますね。飲みますね。イン。ちょっと待ってよ。これはダメだわ。岩下の新生姜がうまいのよ。わかる？岩下の、これ、新生姜がうまいの。これのジュースかと思って買うじゃん。いや、全然。ただのリンゴジュースじゃねえか、これ。おぉ、ちょっと待ってくれ。生姜風味ある？いや、まあ、書いてるんだよね。ピンクジンジャーアップル。でも、リンゴのジュースだって書いてある。でも、岩下の新生姜をイメージしたアップル飲料でしょ？そういうことは、生姜のなんか、岩下漬けの、元を使用している生姜エキス入り。生姜の風味全くないんだけど。いや、美味しいよ。美味しいけど、ただのリンゴジュースで。でも後味生姜あるかな。ちょ、もう一回飲んでみるか。うまいなぁ。いや、めっちゃうまい。すげえうまいんだけど、リンゴジュースなんだわ。いや、違うんだって。俺たちファンは、岩下の新生姜のファンは、これを飲みたいのよ、これのジュース。全く。ちょっと待って、全く生姜の味しない。俺たちはさ、これのジュースだと思うじゃん。これ、いや、いいね、うわ、これがね。あ、辛い辛い。あ、うめえ、うめえ。うまいよ。うまいよ、パワー。うまいよ。ベクトルスメジャーに。いや、カレー。
この辛さがイワシの新生姜のうまいところなのよ。全くただのリンゴジュースじゃんこれ。こりゃダメだって。こんだけでかくさイワシの新生姜で出てるのであれば、イワシの新生姜の味しないと。もうただのリンゴジュースだよこれ。まあちょっと風味あるかもしれないよ、ちょっと風味。いや美味しいんだわ。いや美味しい美味しい美味しいし、いやでもなんか生姜食ったからもう分かんなくなった。生姜の味がする、生姜の味、これを食ったから分かんなくなった。あーうまいな。でもやっぱね、あのこれだよね。もしまだあのこれ食べたことない人いたらこれ食ってみて、マジで体ほってるし脂肪燃焼だし、生姜だからね、ジンジャーだから。もう何より美味しい。リンゴジュースとしては95点いく。めちゃくちゃ美味しい。リンゴジュースとしては。しかし、岩下の新生姜のジュースを飲みたかったわけですよ。俺は。岩下の新生姜の、このね、ジュース、この美味しい岩下の新生姜のジュースを飲みたかった。しかし、全く、生姜じゃないと。こんなものは、リンゴです。甘いもん。辛さ全然ないからね。辛いっていうのが岩下の新生姜じゃん。あんだけ書いてんのに。まあでも、イメージだから、か、まあしょうがねえな。岩下の新生姜はイメージしたアップル飲料だから、まあこれはこれ、まあでも美味しいけどね。本当にリンゴジュースとしてはマジで美味しいから、まあみんなもネタとしては飲んでみて。美味しいけど、岩下の新生姜だと思って飲まない方がいい。全然生姜じゃないから。やっぱりこれよ。これを食うのが一番だから。岩下の新生姜食うのが、うわそうでしょこれ。なんでこれ、うわそうやって。でも、今日はね、これで終わりではないと。ドルッこっから本番だから、まだ長いぞ今日は。みんなすまん、まだ長いぞ。ドルロルドルポッテルテテルポッポッポッシャリーフワーギジェイ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 、すげえモンスターのスーパー、これ日本限定で書いてあったんだよコンビニ。え、日本限定のみたいな。モンスタースーパーコーラ、モンスターを体制に迎合しねえ、思想心情にもこだわらない、そんなモンスターの奇襲攻撃を可能にするなら、このクールな迷彩柄のデザインはキャンピーパーフェクティだと。新たに炭酸の刺激をアップしてリニューアルしたこのスーパーコーラは、これまでになくやべえフレーバーの革命と言えるだろう。パワー、伝説のエナジーブレンドを搭載しということで、飲んでみるかな。おお、タグがかっこいいね。レッドだぜ、レッド。レッドのタグを引っ張りまして、野生を解き放って、ドゥルルル。心の中の、ペクトルスメジャーの中の、ビーストをアンリッシュ。アンリッシュビースト、行くぜ。それでは、やばい、ちょっとこぼした。もったいない、もったいない。もったいない、もったいない。一滴もない。無駄にできない。これは、日本限定だぜ。俺たち、おぉ、ジャパニーズ。今、ジャパニーズしか飲めないってことだろ？日本、まあ、日本にいる外国人は別か、飲めるけど、日本限定だからな。俺だとジャパン、侍の国、ジャパン。お、来たぞ。それじゃあ、日本に乾杯。行くぜ。おー、うまそう。見た感じ、これね。すげえうまそうじゃない。うひょうたまらんぜ。今日の疲れをね、トレーニングの疲れ、ペクトルスメージの疲れを、モンスターで、ね。いや、ぶっちゃけね、ぶっちゃけ言うとモンスター久しぶりに飲んでね。モンスターちょっと、モンスターの代わりに野菜ジュースとかね、ちょっと麦茶とかそっち系を飲もうと思って、久しぶりなんだけど、モンスターね。でも、まあ、今言ってますけど、ピンクなんだよね。ピンク、青、いや、待てよ。青の方が上かな。青も美味しいんだよ。でもピンクが一番美味しくない？でピンク、青だな。ピンク、青、これになるか、これがトップに踊り出るか。どうだろうね。いや、ちょっと、行きます。それでは、いただきます。みんな、お疲れ！お疲れ！パポーうめぇ、なんか懐かしい味すんな。懐かしい懐かしい。ちょ、これすげえうめぇ。この味はコーラの飴だ。あのコーラの飴あったじゃん昔。あの今もあるかもしれないけど、小さい頃コーラの飴食わなかった。こんぐらいのあれの味するコーラの飴。うわ、美味しい。あ、これね、あれだわ。絶対合う。ドルルルってるって言ってる。これは合うぜ。まず、これを一かじりするわけですよ。ね。一かじりするんじゃん。合う。うん。ね。
無関係に振ってから飲む。あ、男だこれ。あー、男の楽しみだこれ。うめー、マジか。あー、たまらんね。深夜一人男の楽しみ、一人男の楽しみ、深夜一人、これもこれ、いや、うめ。うん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 、あー、生き返るな。五臓六腑、五臓六腑に染み渡るってこんなことだろうな。あー、大胸筋ブルンってやった、右の今。怖い、どうしたお前、あらまってんだ。あー、美味しかった。ま、すげえ、あの、懐かしい味すんね。ほんと、コーラの飴の味する。すげえ美味しい、これ。ということで、今回はね、これ、岩下の新生姜ジュースと、これちょっと期待外れだったな。もう、生姜の辛さがもっとね、来ないとガツンと。アップルだもんね。まあ、アップルと言いつつ辛いんだろ、みたいな。フェイントだろと思ったんだけど、ほんとにアップルだったわ。もう、甘い、甘い、すっげえ甘い。ま、これはこれ美味しいけどね、リンゴジュースとしては。で、これっしょ、ラスボス。これナンバーワンだ。もうみんなもぜひ、日本限定だから飲んでみて、モンスター。すげえ美味しかった。コーラの飴のジュースみたいな感じ。懐かしいな。昔ちっちゃい頃よく食ってたんだよね。今もあると思うけどさ、コーラの飴。コーラの飴めっちゃ食ってたからさ、すごい懐かしい気分だったな。これは美味しかったな。この生姜とぜひ、ね、合うから、生姜とみんなもぜひ、飲んでみて。生姜を噛んでかじって、口の中で、ね。ぐちゃぐちゃにしてからこのコーラを飲むって、いや、こう、たまらんモンスター。パワー、みなぎってくれ、ペクダスメージャーが。筋トレの歯がいいんだろ。めちゃめちゃ美味しかった、このモンスターコーラ。